ワプタ表現は北アメリカ大陸の北西部に存在する表現。行政区分ではカナダのアルバータ州とブリティッシュコロンビア州の両方に属し、ちょうど両州の境界部に位置している。この表現は2つの国立公園の境界部にも位置している。2005年に撮影されたワプタ表現のパノラマ写真。ワプタ表現はカナディアンロッキーに存在する表現であると同時に、 北アメリカ大陸の大陸分水界にまたがって存在する表現として知られている。なお、1980年代には約80平方キロメートルの範囲を覆っていたワプタ表現は以降も縮小を続けており、特に標高の低い場所での縮小は顕著である。例えば、クローフット氷河のように、もともとはこの表現とつながっていた氷河が、 表現の縮小に伴って分離してしまった例も見られる。また、現在でもワプタ表現とつながっていて、依然ここから流れ出す形になっている。氷河群も細く短くなってきている。ワプタ表現から流れ出す氷河はいくつか存在するが、そのうち著名な氷河は以下がある。かつてワプタ表現から流れ出していた氷河。なお、 北アメリカ大陸の大陸分水界にまたがって存在する表現として有名なものとしては同じくカナディアンロッキーに存在するコロンビア表現がある。このほか、ワプタ表現のすぐ南に存在するワプティク表現もやはり大陸分水界にまたがって存在している。ありがとうございます。